おはようございます。嫁が出てきました。どこにもいないんです。お母さん行っちゃったね。お母さんどこ。お母さん出て行っちゃったね。お母さん、お母さん、お母さんいないよ。お母さん、お母さんがいないよ。お母さんが、お母さんが出て行っちゃったよ。まあ、ということが冗談なんですけど、まあそこまでわーって大騒ぎするような、ね、僕はそういう YouTube の動画ではないんで、あくまでも、ブログなので、今日はね、うちの嫁はお父さんとお母さんの、病院に付き添っていきました。やっぱりね、今まで日本全国、巡業の、旅をしていたら、なかなかそういうふうに病院にも通えない時があるんですよね。だから僕も今、3ヶ月に1回になったんか、病院の検査が。でも、お父さんとお母さんもそういう定期検診にも行かなあかんし、なかなかね、そういう時ってね、難しいんですよ。急にそれが遠方の公園とかになるとね、じゃあそれはちょっと無理なんで、1ヶ月、2ヶ月ずらせませんかとかね、そういうのになってくるんですよ。で、まあ、昔をね、戻していくようなんですけど、まあ、昔をね、振り返って、まあ、うちの母親の話になるんですけども、どうしても、大阪の病院に帰れなくて、調子も悪かったんですけど、まあ、大丈夫やと。まあ、時代も時代っていうか20年ぐらい前なんですけどね。ちょっと水に当たったからちょっと気分悪いな。水当たりが一番怖いからね。とか、なんか言ってて、かかりつけのお医者さんに行けなかったんですよ、ずっと。2ヶ月か3ヶ月ぐらい。で、やっと、大阪に帰ってきて、病院に行ったら、病気が発覚したんですよ。はい。でも、あっという間でしたね。病気が発覚して、2ヶ月半で、旅立ってしまいました。まあ、あれからね、20年経ってますから、医療というのはね、凄ましい進歩を遂げてるんですけども、もう今の医療があったらね、うちの母親も助かってるかんじゃないかななんて思うんですけどね。でも病院は、大切。いつも SNS とかね、生配信とかでも皆様方にとても心配されて、皆様方も、すごく感じてらっしゃると思うんですけど、病院は大事。本当に大事ですからね。行きましょう。特に役者さん、行きましょう、ちゃんと。案外役者さんって行かない人が多い。ちゃんと行きましょう。本当に偉いことになるから。うん。はい。招き猫のコレクションです。数年前から福を招く、いろんなことがね、人を招く、縁を招くという感じで、招き猫集めてます。こんな感じで。これ、ちょっと今増えてきて、こっちの上の棚にも、またこんな感じで置き出しました。この写真見て、これ。この写真。16歳の時よ、これ、俺。16歳の俺よ、これ。うわー。でね、やっぱりね、家族の思い出とか、いろいろな思い出っていうのは、やっぱり写真に残していくのが一番だと思うんですよ。動画とかさ、運動会の思い出とかね。とってもね、大きくなってまず見ることはないんですよね。だから僕はYouTube とかね、動画やるから近頃こういう風に動画を取り出しましたけど、旅行とか行っても、なんかのイベントとか、催し物がね、子供のやつとかあったとしても、なかなかね、動画撮らなかったんですよ。写真を見て思い出を振り返るもんやと思ってるんでね。なので年々、子供の成長を、見たいから、一年に一回だけ写真を家族で撮るようにしてるんですよ。でもその写真館とかさ、そういうとこ行くんじゃないの。年に一回、年末に、大阪の梅田にね、ヘップファイブっていう、商業ビル、デパートか、あるんですけど、そのね、屋上に観覧車があるんですよ。赤い観覧車。もう大阪駅からすぐ見えるの。
そこの観覧車に年末に必ず乗るっていうのが恒例行事なんですけど、ね、その観覧車に乗った記念に写真を撮ってくれるんですよ。その写真が家族写真代わりなんですよ。年々年々毎年毎年。ちょっと見せましょうか。ね。これがほら、2006年。ね。これ、長男と次男と。で、こういう風に、子供のね、成長がわかるんですよ。ほら。ね。子供の成長がわかるんですよ。ど、ほらね。子供の成長と、自分がね、どれだけ年いってるかっていうのを確認できるわけですよ。動画は動画でこれ今、前も言ったんですけど、この Vlog は、皆様方に楽しんでいただく、プラス、自分が年いった時に、あの日何があったんやって、これ日記やからね。僕の、大見飛龍の日記を赤裸々に公開してるだけやからね。あ、この日はどこに行ったな、この日何があったな、この日朝ごはん何食べたなっていう備忘録ですから。その点、間違わないようにしてください。これ YouTube のこのわーってネタの動画じゃないですからね。僕の日記やからね、これは。まあ、ちょっと用事やってもらおうと。ね、こう YouTube の、コメント、たくさんいただきました。ありがとうございます。6月の中ぐらいから、なるべくコメントには、ちょっと遅れながらでもすべて、コメント返しさせていただいてます。本当にありがとうございます。前も17ライブで言ったんですけど、朝のモーニングラジオ。まあ録音版なんですけどね。録音しておいて、朝の7時ぐらいから公開になるの。で、皆さんが朝ごはん食べながらとか出勤するときに、耳で聞いてね。もう見るんじゃなし、聞いて、YouTube やけどね。楽しめる、そういう企画がないかなっていう話だったんですけども。まあ、もともとインターネットラジオやってたんでね。前からやりたいなと思ってたんですよ。やっぱりこう、ラジオっていうの僕大好きなんですよ。言葉だけのね、そういう、なんていうの、媒体っていうのが大好きで。なので、やりたいなと思ってたんですけども、ぼちぼちやろうかなと思って今、計画しています。で、その番組の中では、やっぱりコメントをたくさんいただきたいんですよ。質問であったり、なんかこういうコーナーどうかと、逆にね、企画していただいたりとか、そういう、ものもちょっと作っていきたいんで、よろしくお願いします。楽しみに。でもね、このね、ちょっと2、3日、土曜日か、土日あたり、ちょっとね、しんどかったりとおかしいけど、ちょっと人間ってあるやん。もう何にもやる気が起きないとき。こういうときが、この2、3日続いた。だからダメ。今日からね、ちょっと気合い入れて。夜は、17のライブもあるし、気合い入れていこう。よっしゃ、行こう。そうこう言ってるうちにお昼ご飯です。お昼ご飯って言っても、これな、なんかすっごい動画とかで偉そうに言ってるけど、料理できへんねん。知ってる料理が一つ二つぐらいやねんや。だから今日はお昼は、長男と一緒にカップラーメン。どれ食べる？長浜ラーメン。長浜ラーメンしかないんちゃう？あと全部食っちゃった。お前な、もう。長浜ラーメンしか残ってないです。あともう全部食べちゃいました。アレクサ、2分のタイマーを設置。2分のタイマーを開始します。アレクサ、タイマー終了。もうひっそ煮込んだご飯ですわ、今日は。で、キムチ、食べよう。もうキムチの入れ物だけ、すごいこだわってるからね。
これ、わざわざ、キムチ入れ、ツルハシで、買ってきました。じゃあ、なんかこれに入れるとさ、全然、味が変わった気がするんよね。うわ、中身は、ツルハシじゃない。今日は男二人で、寂しいお昼ご飯ですわ。じゃあ、いただきまーす。うん、美味しい。美味しいけど、寂しい。キムチをオンザライス。さあ、今日は久しぶりの生配信です。あ、真っ暗。あれ？あ、着いた。生配信です。ちょっと用事が溜まっていたのと、ゲストの、次の日は、だてバタンキューなので、ちょっと久しぶりの配信になりました。あれ、ここつけへん、なんで、あれ、なんで切れちゃった、あれ、電気、あ、ついたついた。久しぶりの配信です。よっしゃ、頑張ろうっと。よいしょ。あ、なんかすごい久しぶりのような気がする。そんなことないんやけどさ。よっしゃ、行くぞ。もうやろうとこの赤いトラクター、それがお前だぜ、いつもせるぜ。こんなもんでよろしいかね。ほい、この明かりをつけるとなんか本当にそれらしくなるよね。ワンツーワンツーワンツーチェック、ああ、日曜日の夜はベッドが広い、さ、化粧しよう。おっと、今度改めて化粧動画撮るね。あの360度とかそういうの撮ってみるね。今日はあんまりこうネタがなかったよね、一日。ね。YouTube 的には、Vlog 的には、全然ネタがない一日で、どうやって動画の編集をして締めくくろうかっていうのを考えながら映してるんやけれども、全然まとまらない。うん。案外ね、ただ撮ってるように見えてね、案外こう編集点編集点は考えながら撮ってるんで、こう、案外パンパッパッと終わってしまうんやけど、今日はね、なんか、どっちつかずどっちつかずが続いてて、なんかこう、優柔不断に撮ってる今日は。内容を決めずに。あ、そんな日もあってもいいんやけどね。お、言ってる間に15分前だわ。まずは、二重まぶたするだけで全然印象変わるもんね、人間ってね。特に俺も、俺がそうやけど。絶対ね、こんなこと言うたら全然いいよって言われるけどね。絶対その、何、二重まぶたに、する整形もしたくないの、俺。なんかこう、あれやと思うよ。自分自身で、変わっていく、豊田太平から、近江飛龍に変わっていく、そのプロセスが好きなんやと思う。あ、ちょっと目覚めたかしら。目覚めたかしらって、ずっと目覚めとるって話な、ずっと。自分が、座長、地方行くとき気遣いますよね。ほんまですよ。ほんまに気付けと、ほんまに皆さんも気付けてくださいね。もう大名人元気すぎますよ。キリコ、こんばんは。じゃあ本名で言ってみましょう。こんばんは。いらっしゃい、こんばんは。じゃあ、本名でいきまーす。恥ずかしがれの本名ね。はい。いつまでも現役で頑張ってください。伝えてください。伝えておきまーす。なんかね、ほんまになんかこう、にゃおー、
マシュペロン、ありがとう、シュスラン、ありがとう、こんばんは。さよう、ズンジャオン、ありがとうございます。じゃあ、本名でいきまーす。恥ずかしがりやろね。はい、いきまーす。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear.たけし、Happy birthday to you! おめでとう！カラクルーリン、ふるさとへ、帰りたい。ママも焚き火つもお疲れ様でございました。プリンありがとう。ガイアありがとう。お疲れやね。はよねや。ありがとう。オーカ、オーカって読むよね。桜花じゃないよね。オーカ、お出るね。はい。ダイヤ姫ありがとう。ユウありがとう。ユミありがとう。ミスコもありがとう。ミカもありがとう。ジュンちゃんお疲れ様。キリーもお疲れ様。楽しかったですが、ふう、お疲れ様でした。乾杯。ああ今日は17ライブが終わって、今日はあの和歌山の、ブラクリ劇場にゲスト行った時の、動画の第、1回目前編ね、前編の方の、プレミアム公開があってね、あの僕もお風呂の中で、あの iPhone を見ながら皆さんのコメントチャットをチェックしてたんですけどみんな笑、ほんまに笑ってるやろな思いましたわ、動画見て。いや、もうちょっと収録したかったんやけどね。いや、でも、お笑いっていうのはあれぐらいがいいのよ。あんまりね、生やったらまだね、ええけど、あんまりこの、なんていうの？ダイジェストにした方が面白い。断然に。やっぱ生は生の雰囲気があるからね。あれやけど。まあでもそういう感じで、劇場クラスターがね、昨日出まして、そういう生のね、ライブ感っていうのが、本当に表現しくく、しにくくなりました。でも、何があっても、頑張っていきたいと思いますね。皆様方も、楽しんでくださいね。まあ、とにかく。もうとにかく楽しみましょう。何事も楽しむ、うん。今日はハム。カレー。いいよ。で、もう今は食べてるんですけどね、サラダ。こっちヘルシーやけど、こっちすごい、デンってくるやつ。でも今日も暴れ回ったから、生配信で、これぐらい食べんかったらやってられへんわ。いただきます。で、おやすみなさい。じゃあね。